そうもあってですね。はい。足が何個か。あ、大丈夫ですよ。先生。くじって真ん中から順番に咲いていくんですよ。はいはいはい。で、一番真ん中がこれなんですよ。これが一番中心の花で分枝して咲いていくんですけど、こゆくの染め、その5色になります。小菊ですね、作っています。お盆とお彼岸、今これ定植して1ヶ月ちょっとですね。カーネーションを春に切るでしょ、はい、6月にひまわり切るでしょ、はい、8月9月で小菊切って10月からまたカーネーション、11月がとするとずっと花切る、はい、切らない月はないんですね。何かしら、うん、何かしら花ありますね、はい、まあ咲いていって最終的には染めるので、染めてこの花弁のところが、うん、一番染める場所なんで、そこがしっかり染まるように、うん、ある程度咲いたもの、まあ、これぐらいだったらまだ花弁が、全体的に花弁の量が少ないんで、こんぐらいですね、花弁がちゃんと出てきてるもの、花が一番咲いてる一番先をこの板に合わせて、それは向こうで、いい悪い。で、10本一束です。で、これを、染めて、また乾かして出荷という形になります。他の農家さん、はい、花農家さんとかが白とか黄色とかあるので、うん、まあ、いろんなレパートリーがあって選べるっていうのが ね、うん、いいかなと。なんか仏壇に飾っても華やかに見えるって言われるんで、みんなそれはいいなって思ってもずっと続けてますね、うん、実際染めるとこっていうのは、染めるところの場はちょっとお店はできないんですけど、今回はですね、お盆用の小菊の染めを5色染めて出荷をしてるんですけど、その色の紹介をしたいと思います。パープルです。で、濃ゆい青ですね。とラベンダーで、ライトブルーと、最後に濃ゆいピンクですね。なかなか小菊でこういう色がついてるなんていうのは。そうですね、市場からも最初は本当に小菊を染めるのっていう、ちょっとこう染めてどうするのみたいな感じの最初意見だったんですけど、送らせてもらったら、まあ結構反響も良くて、
他にない色ばっかりあるんで、お客さんがカゴに入れているのとかがすぐ目につくんですよ。はいはい。で、まあ、いろんな野菜だったりいろんな花とかある中でこういうのもすぐ目につきますし、うん、でそうなるとそのカゴで店内を歩いてもらったらそれでまた宣伝になるんですよ。確かに。でも他の人がなんかこう生産者の方々がこう聞いてきたりとかしないんですか？そうですね、聞かれはしますね、うん、聞かれますけどすごい濁してます、ね、なるほど。いや大変っすよ、やった方がいいっすか。お食事なんて染めるもんじゃないっすよ、はい、言いながらバンバン染めてる、はい、確かにですね。会社がこのフラグ四角のですね、これにカーネーションの芽を刺すんですよ。刺して発根して芽が出た苗をこっちに。ああ、そういう形なんですね。ちょっとズボンやる気を言ってますけど、はい、またここからトルコギ業が始まるっていう。ここの準備も並行しないといけないんで、はいはい、あっちの保育とかと一緒にするんで、うん、結構今の時期は大変ではあるんです。作業を本当に夏の時期に一生懸命やってたりして、